どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、7ブロックの2020年度、問い61から問い70までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い61番です。主な医薬品とその作用ということで、第3章の分野入ってまいりましたね。皆さん大丈夫でしょうか？はい。では、問い61。次の成分を、含む風邪薬に関する記述の整合について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。こういう問題嫌ですよね。苦手とされる方も多分たくさんいらっしゃると思います。こう、実践的な内容ですよ。商品のですね、中のこう成分を見てとかっていう形で、これ、例えば薬剤師国家試験とかの、でもですね、こういう問題よく出てきて、結構こう、薬学生の方たちとかね、結構苦労する分野なんですね。なので、皆さんもですね、これ苦労する分野だと思うんですけど、要は成分名、これが、これの成分、何成分っていうのが分かってないと解けないので、結構大変なんですね。はい、ということで、もう頑張りましょうね。くじけずに行きましょう。はい。ということで、4番なので A なんですけど、クレマスチンはアドレナリン作動成分ですよ、というところで、なので、これもう、上見なくても、ここのところでほぼ完結できるような感じが多いんですけど、まずクレマスチンですね。前のホワイトボードにちょっと書いてみました。クレマスチンは、抗ヒスタミン成分です。そうなんですよ。アドレナリン作動成分じゃない。というところが気づかなくちゃいけないので、これもですね、知ってるか知らないか問題になっちゃうので大変です。はい。で、次行きましょう。B の、ジトロコデイン。コデインですね。コデインは気管支拡張成分ですよ。そうかもしれないって思っちゃうんですけど、違うんですね。コデインは麻薬性の咳止めですよね。鎮外成分でした。はい。だから、このあたりのところですね、間違えないようにしていきましょう。はい。そして、なので A と B は誤りですよね。そして C と D は、こちら、C のグアヤコールはですね、キョタン成分になりますし、それからカフェインに関してはですね、解熱鎮痛成分の配合に伴い、その、鎮痛の補助をする目的、そうでしたよね。はい。なので、D は正解。ということで、4番が正解となります。なので、と思って、これ嫌だなっていう気持ちが、こう、なんかアレルギー反応みたいなのが出ちゃう、即時型の、みたいなね、ボーンって出ちゃうんですけど、そうじゃなくて、よく読むと、あ、意外といけるじゃんっていうものもあったりしますので、ぜひぜひですね、こう、ちょっと見た目に騙されないようにですね、しっかりと足踏み込んで、問題解いていきましょうね。はい。ということで、次に行きましょう。問い62番です。風邪に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、それから B なんですが、非感染性であるアレルギーや冷気、乾燥は風邪の要因には当たらないよとあるんですけど、そんなことありません。風邪の要因になっちゃいますので、B は誤り。それから C と D は正解なので、3番が正解となりました。では次行きましょう。問い63番です。次の記述は、解熱鎮痛薬に関するものである括弧内に当てはまる軸として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。大丈夫でしょうか？プロスタグランジンの働きについてです。このあたりですね。しっかりとプロスタグランジンでどんな働きがあったかなというところ、しっかりとですね、あそこでお話ししてます。受験対策の方のですね、動画でお話ししてますので、ぜひそのあたりもう一度ご覧いただきたいなと思います。はい。ということで、このあたりですね。はい。では、次に行きましょう。では、次、問い64番です。解熱鎮痛薬に用いられる生薬成分に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。はい。A の磁流はですね、そうですね、解熱とかに使っていきます。磁流はミミズでしたよね。そういった動物性生薬とかもしっかりと思い出していただきたいんですけど、それから B の芍薬。芍薬は綺麗なお花を咲かすのよく美人に例えたりしますよね。で、そんな芍薬、発汗を流して解熱を助ける作用ではありません。芍薬に関しては、鎮痛とか、鎮痙とか、そういう働きがありました。そして、次行っちゃいますけど、C の生姜。生姜は生姜です。生姜を乾燥させたものになるので、なので生姜のね、これ生姜ってなりますよね。でも、この、
小訳の読み方だと小経って読んでいきます。で、そんな小経っていうのは、生姜ですね、食べるとこうなんかちょっと体温まってきますよね。そうなんですよ、発汗作用があるんですね。ごめんなさい、もう一人で突っ込んでね、発汗作用があるので、そして、そこからですね、解熱を促してくれる効果があるので、なのでこれ B と C は主語逆にすれば正解になりますよね。はい、ということで、もう一度ですね、小経と芍薬ですね、それぞれの働き確認しておきましょう。はい、そして D は正解となりますので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い65番です。解熱鎮痛薬の配合成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解となりました。 A は正解、 B も正解ですね。そして、C なんですけど、アスピリンは現在一般用医薬品で唯一のピリン系の解熱鎮痛成分ですよとあるんですけど、アスピリンはサリチル酸系でしたよね。そう、唯一のピリン系と呼ばれるものはイソプロピルアンチピリンでしたよね。はい、なので、このあたり間違えないようにしてあげてください。はい、次 D のイブプロフェンはアスピリンに比べて胃腸への悪影響が少ないことから、そうですね、15歳未満の小児に対して一般用医薬品と使用することができるようできません。こちらイブプロフェンも15歳未満に使用することはできませんでしたので、 D は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い66番です。眠気を促す薬、その配合成分に関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。この問題難しいですよ。難しい、いやーという感じですね。うん、そこ引っ掛けるって思っちゃったので、もうバーンって突っ込みたくなっちゃう感じなんですけど、まあ、ちょっと解説していきますね。まず A なんですが、抗ヒスタミン成分を主役とする睡眠改善薬は脳内のヒスタミン濃度を低下させることで眠気を促すよってなるんですけど、なんかそうかもしれないと思っちゃうんですけど、違うんですよ。何かというと、抗ヒスタミン成分というのは、前のホワイトボードを見ていただきますと、脳内のヒスタミンの刺激ですね、刺激を、低下させる働きがあるので、なので、そのところですね、ちょっと十分に気をつけてあげてください。脳内のヒスタミン濃度を低下させるんじゃなくて、刺激を低下させていくっていうところが、この文章であれば正解となりますので、なので、A は誤りです。で、後半のですね、眠気を促すは正解なんですけど、濃度を低下ではなく刺激を低下させていくよというところですね、気をつけておきましょう。はい、ここ難しかったですね。それから B は正解、それから C、神気気筒は体力中等度以上の人に、テキストされるとあるんですけど、これ誤りです。何かというと、体力中等度以下ですよ。以上じゃなくて以下です。以下の人にテキストされているとなるので、C は誤りとなります。はい、それから D は正解となるので、なので、これ、体力中等度とかの、いわゆる縛り表現のところですよね。そう。縛り表現のだからところで引っ掛けてくる問題って、本当にごく稀にしかないです。なので、私、こう、授業とかではですね、あんま覚えなくていいですよと、それだったら成分名とか、一つでも多く覚えてくださいって言っちゃってますので、なので、この問題はちょっと、っていう感じですね。なので、まあ、B と D から絞ってくださいと言いたいんですけど、例えば D の、翼環酸は心不全を引き起こす可能性があるよとか、これ正解なので、これも難しい。だから、この問題はできなくてもいいかなって私は思っちゃいますので、なので、まあ、一応、神秘人ですね、体力中等度以下という形になるので、以上というところが誤りなので、このあたりちょっといろいろですね、ここはちょっとできなくても私はいいかなと思いますが、一応答えは、3番が正解となりました。はい、ということで、次に行きましょう。問い67番です。めまいおよび乗り物酔い防止薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A、B、C、D 全部正解ですね。なのでこのあたりもですね、もう一度読み込んでいただいて、特に C の乗り物酔い防止薬は3歳向けの製品はないよというところで、3歳未満とかに関してはですね、こうなんですか、
まだ脳のところが未発達なのでというようなね、だから別の要因とかが考えられますので、乗り物酔いとかね、いろいろ違ってきますので、もう一度このあたりも文章読み込むように手引きですね、しといていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い68番です。小児の肝。小児の肝を適応症とする生薬製剤、漢方法処方製剤及びその配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A なんですが、身体的な問題がなく生じる夜泣き、引きつけ、肝の虫などの症状が、成長に伴って自然に改善することは稀ですよ。そんなことないです。もう子供から夜泣きだったらもうずっと大人になったら夜泣きするんですかって言ったらそんなことはありません。確かに、こう遺伝的な要素とか結構大きかったりするので脳がね、こう何ですか、脳が繊細なんですよ。そうなんですよ。脳が繊細なので、こういろんな刺激に対してこう興奮を起こして、それで夜夜泣きっていうのが出てきたりするんですけど、大人になれば、ある程度はですね、やはり脳は発達していきますので、そういった刺激に対しては強くなります。ただもちろんですね、ゼロではないので、夜になっても夜になって大人になってもですね、夜になると、こうなんかこう日中起きたことが寝言に出ちゃうとかね、そういうところも。やっぱりそういう一部になるかもしれませんけど、なので自然に改善することは稀じゃなくて改善しますから、特に小学生ぐらいになってきたら改善してきますので、このあたり A は誤りとなります。はい、 B は正解。 C なんですけど、漢方処方製剤は1歳未満の、乳児には使用しないこととなっているというところなんですけど、これ1歳未満ではなく3ヶ月未満ですね。3ヶ月未満になります。まあ、小さいお子さんっていうのは急に症状が変わったりすることがあるので、3ヶ月未満というところで設定されておりますので、 C は誤りとなります。はい、ということで答えは4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い69番です。咳止めや痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方製剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。 A は正解、それから Bなんですけど、細木糖はむくみの症状がある人にテキストされているよとあるんですけど、これが違いますね。むくみの症状とかにある人に適用、これがここの部分が違ってきますので、B は誤りとなります。はい、それから C は正解、それから D なんですけど、半夏厚朴湯なんですけど、半夏厚朴湯は抗生生薬として肝臓を含みとあるんですけど、半夏厚朴湯肝臓を含まないです。そうなんですよ。だからよく漢方薬で肝臓を含みますか含まないですかっていう問題聞かれてくるんですけど、肝臓を含むものは約7割方含んできますので、肝臓を含まないものを選んでいただいた、覚えていただいた方が効率がいいので、なのでこういった半夏厚朴湯は肝臓は含まないよというところで押さえておきましょう。で、炎症を和らげて小児の喘息とか気管支喘息とかに、用いられるものはどういったものですかって言ったら、前のホワイトボードに書きましたように、こちらですね、麻薑肝石糖が該当してきますので、このあたりしっかりと押さえておいてあげてください。ということで答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。最後ですね、問い70番です。鎮内巨炭薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A はデキストルメトルファンは気道粘膜からの分泌、粘液の分泌を促進するではありません。デキストルメトルファンというのは鎮外成分になります。鎮外成分ですね。なので違うんですね。はい、では B、グアイフェネシンは、痰の中の粘性タンパク質を溶解、低分子化して粘性を減少させますよとあるんですけど、これも違います。グアイフェネシンはこれ A の記述だったら正解なんですよ。グアイフェネシンは気道粘膜からの分泌を、促進することを目的として配合されていきますので、なので違うんですね。ちなみに、痰の中の粘性タンパク質を溶解、低分子化して粘性を減少させるというのは、なんとかシステインってなってるやつありましたよね。それが該当してきますので B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので4番が正解という形になりました。はい、ということでどうでしょうか。結構
難しいかなって感じる、難しいの1個ありましたけど、それ以外は比較的、基本的なもの、要はよく出てくるような問題なので、ぜひぜひ間違えたところはですね、次に同じような問題が出てきた時に間違えないようにしっかりと復習しておきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもいろいろお受けしておりますので、ぜひ下の概要欄からご利用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。